目をやったその時、廊下の真ん中に何か置いてあるんですよ。うん、どうも島田秀平です。始まりました島田秀平のお階段巡り皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。さあ今回もこの方にお越しいただきました。 2019年大コは準優勝、そして2020年会談グランプリチャンピオンでございます。石野桜子さんです。お願いいたします。ありがとうございます。<laughs> NSC 発揮生、石野桜子です。よろしくお願いいたしますもう。圧が、圧がすごいんだ、本当に、はい、もう。はいはい、発揮生ですから、はい。フレッシュな気持ちで。<う> <laughs> 千原兄弟さんとかね藤原さんとかねバッファロー五郎さんたちと同期っていうねチャンス大城さんとかうチャンスさんもそうなんですよねそうですね大姉さんですよだからもうペイして下さい内緒内緒自分で言ったんですよ今お笑いの方もこうやってやられてるんですけども最初に紹介させていただきました階段の方も素晴らしくてそうあの当あのありがたいことにまだ階段としては階段では大先輩ですからいや本当にそうなんで もうそれ多いですよでは <laughs> の割に全然なんかそういうやまう感じがないというかやまって何言ってめっちゃ謝ってますよ <laughs> えさっきさっき靴下てしがみましたよ何しが靴,し靴を舐めましたよん何言ってんの本当に本、ね、<laughs> んまほんはもう <laughs> なんかお風呂とかで背中とか流したいですよ。兄さ、うん。いや、ほんましたい。ほんま。ねもうね、ね、うん、手相の本もいっぱい出しはって。うん、ほんますごいす。だから言ってましたもんね。はい、あの、私、ダメンズが好きなんですっていう。<laughs> うそっちに惹かれてくんですみたいな。そうですね。僕のダメンズぶりもじゃちょっとこう感じていただけたわけですかね。そうですね。あの、今のところは、まだまだシュッとしてはって。はい、<laughs> 全然違うんですけどね。あのほんまもう まだほころびがないおらまだちょっと島田<あ>心開いてないぞみたいな全然開いてくれない <laughs> 何をしたらいいのかなっていうやっぱり芸私の芸歴が気に食わないのかないや、まあまあ、姉さんだからやっぱこっちも緊張しますよ <laughs> 本当にねいや、まあ、とんでもないでもほんまに会談ではあの先輩いやいやいやみ,<う>みんなそうですあの私まだ会談では本当数年なんで。 あの面白いところですやっぱりねもう芸歴も重ねてますから見事な話術で前回もすごかったんですけども皆さんねご存知ですよねつい先日 YouTube チャンネルの方石野さかな子さん解説されまして頑張りましたはい今現在階段の方ももう何本か上がってるというねもちろんですはい ぜひ皆さんね、はい、もう絶品の会談、これからもね、はい、どんどん上がっていきますので、はい、ぜひ、えー、概要欄貼っておきます。はい、チャンネル登録と、えー、グッドボタンよろしくお願いいたします。お願いいたします。これは子供の時にあるおばあさまから聞いたお話なんです。その方はまあ和歌山出身とおっしゃってましたが、そのおばあさまの孫の 仮の名前で勝子さんという方が体験なさったお話なんです、はい、でその勝子さんという方はある非常に裕福な男性これも仮の名前で幸寛さんという方と結婚されたんです、はい、でその結婚新婚さんを祝って幸寛さんのお父様が 邸をプレゼントしてくれたんですよ、うん、で和歌山の南紀白浜って、うん、まあ今でももうね有名な観光地でね。ではい、そこにもうすごく300平米もあるっていう2階建ての観光地の埋め立て地でそこにすぐにもうお金持ちの人ばっかりが集まるような。 お家を建ててくれた、うん、大豪邸です、ね、大豪邸ですで、つ子さんっていうのはもう団地住まいだったから、うん、そんなところに住めるんだ裕福な方と結婚したんだって誰もが羨む結婚だったんですねでもちろんそのおうちもなんかその当時なのにプールなんかもあったりして、えー、そうで何台車が置けるんだっていうような駐車場。うんで 1>, 1階は大きなキッチンがあってお風呂も大きくてトイレもその時代の最新でそして2階には客間が3つもあったとおっしゃってた大きな2階の太い廊下を奥に行くと綺麗なバルコニーがあってそこから海が望敵ですね綺麗なんですよ。 誰もが羨む結婚だったんですけれども、やっぱり和子さんは団地住まいだったから、こんな大きなお屋敷にたった一人、私、耐えられるだろうかこの寂しさにって思ったんですって。その実家はすぐに帰れるような距離じゃない。遠い。そして、隣のご近所さんはもう、 生まれた時から富裕層、奥様たちは綺麗な方ばっかり、うん、自分から話しかけに行けるような性格でもない私耐えられるかなって思ったけどそれを口に出せないなんでかって言ったらそのプレゼントしてくれたお父様に悪い幸宏、うん、さんに申し訳がない私は幸せなはずなんだみんなが祝ってくれてるって自分の中にしまい込んじゃったんですよね。 お昼はもちろん旦那さんはお外にお仕事に行ってるでその広いお屋敷を掃除することだけしかできなかったでそんな綺麗な海岸を散歩したらいいのにそれもできなくて外に行ったら奥様たちがいる行けないからただただピカピカにする1階のリビングをその当時だからね 毛皮とかがまだあるんですよねそういうのを掃除してきれいにしてたそしたらキッチンからピシャンピシャンって「じゃあ水道の出る音がした」って、はい「あれ何何?」と思って行ったら見た通り水道が出てたって、うん「あれあれどうしたんやろ?」って。あでもまあ 私がちょっと緩く染みててそれが緩くなってしまったんだろうそれでバーって出てしまったんだろうと思って締め直してもう一回掃除に戻ったほいだ<い>次カシャカシャ,ンカシャンカシャンカシャン食器同士がこ擦りあわるようなそれでもう一回言っても食器は 当たり前ですけど綺麗にに食器だのに整然と並んでるま,まあまあちょっとそういうなんかね風の音とかそういう大した音じゃないし水道だってそういうこともあるだって引っ越してきたばっかりなんだものってなんか締め方っていうのがやっぱり甘かったんだってその時は、まあ、それだけで終わって。うん、で毎日 そんな広いところをピカピカにしてるとやっぱり疲れるんでリビングの本当これも広いソファーでた寝をしてたんですそしたらその周りをトト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 ト誰かが走り回ろうとはするんですふって目覚ましたよ 誰もいないな「うん、えって何この家?」って「えって今確かに聞いた」って「ゆきひろさんに」ってでもそれを言ってしまうとプレゼントしてくれたおうちにケチをつけることになる私がやっぱり寂しさでちょっとナーバスになってるんだってやっぱりそれも ししままい込んでしまったんででったすこれは私がちょっと寂しいだけなんだって夢だ夢だそうに違いないって思ってそれからも何かバルコニーじゃない何もない窓に人影が2階であるにもかかわらずスッと見えたり大きな庭に誰か子供のような足音が聞こえるような気がしたり影が見えるような気がしたり。 気ががしたたりとという中途半端な現象がちょっっずつ起こってた、うん、でも全部しまい込むしかなかったある時いつものように2階を掃除してたで大きな廊下を磨き上げて客間に入って使っていない客間いくら掃除してももうほこりなんか積もってない。 でもそこをピカピカにして、もう一回廊下に出て、バルコニーにと思って、目をやったその時、廊下の真ん中に何か置いてあるんですよ。うん、あれさっき掃除した近寄ったら、かじりかけのしなびたりんごが一つ。 置かれてる。ゾッとして。急いで一階に降りた。これはもう。言うしかない。今までのこと。全部帰ってきた幸宏さんに言うしかない。帰ってきた。旦那さんに全部話した。はい、そしたら。お前な。 何を言ってんねやそのリングどこにあんねんないやろないんやろ,んやろお前などうせ暇でしょうがなくて俺が働いてる時にうたた寝でもしてたやろ大体いい俺の親父がプレゼントしてくれたこのお屋敷にけじつけんのか想像以上の言葉を浴びせられて。 ももう何も言えなかったやっぱり私が悪いんだやっぱり私が団地住まいだったから私が身分違いの結婚してしまったからってどん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 悪く考えてしまってその日は大きなキングサイズの新婚さんのベッドの端っこの方でちっちゃくなって眠れないけど何とか眠ろうと。 するしかかなくてコンも頭に浮かんだ目を閉じてうとうとと仕掛けてどれくらい時間が経ったのかドソンってバタンって何か大きなものが落とされてるような音がするん体を起こしたら 幸宏さんも目を覚ましてるその音に気づいた二人で目を合わしそう今度は何かが声がする女性のような声この部屋の中から聞こえる二人で 目を合わせて手を握り合ってじーっと震えてたでもこうしててもしょうがないとか勇気を持った幸宏さんが部屋の電気をつけたそしたらいた三重絡みの女性と10歳くらいの女の子。 二人とも防寒服のような薄汚れた服を着てて女性は仰向けに寝転がってる、はい、女の子はその女性の腹の上にまたがって女性の首を絞めてた。 ギューギューギューッ女性は初めからピックリとも動かない、うん、ギューギューギューッやがてその手をちっちゃな手を自分の首に。 2人で急いでリビングに降りて朝を待って急いで引っ越しの手続きをなさったんですで今まで顔を合わせてなかった隣の奥様に挨拶行こうと思ったけど気がついたらみんないたはずの方が先にも挨拶もなく引っ越しされてたそうなんですえー、でそこがその親方の 埋めた弟子がどうなったかって言ったら半年も経たずに更地になった<ー>で市が買い取って公園になったその片隅に場違いな慰霊碑が建てられたそうなんですね。<ー>昭和20年8月 15日が日本の終戦記念日和歌山では7月9日10日が大きな空襲があったんです市内の7割が燃え盛ってしまったそうなんですねその時 その時代ですからそのっていうのは捕まったら女子供を両辱して殺されてしまうだから自分たちで命を絶つようにってそれが当たり前のように言われてる時代で親が子を子が親を殺すということが割と多く。 立ちたいだったと聞きましたそのおばあさんはね有田の山の上から燃え盛る炎を空襲の炎をただねずっと見てたのよ。 見るしかできなかったのよ。私に。話をしてくださいました。ありがとうございます。埋め立て地ということですけども。はい、やっぱりその場所というのは。うん、もともと。そういった大変な被害があった場所だった。ってことなんですね。うんうんうん、そうですね。い、う、や、ん、切ないですね。戦時中。ですね。もうん。 このまあ結構おばちゃんの年齢ではありますけど直接話も聞けないですからね、うん、もうそういう話は。だから私が子供の時やからもうその方もねご存命ではいらっしゃらないでしょうし聞けないですよね。まあそのねえー、家で 人の気配がとか、走り回る足音が聞こえたような気がしたとかっていうなんかまさにみんながこう逃げていたそういった瞬間だったのかもしれませんししなんやっぱりまあ当時ねその食料なんかもね十分にはなかったでしょうからねまあそういった「しなびたりんごが」っていうことだったのかなとか。 いろ力を考えてしまいますよね。で、何よりもそれだけね新しい住宅地として整備された場所だったにもかかわらず、そのお宅だけではなくもうみんなが出ていってしまってたって、ね、だからもう家だけじゃないんですよね。その土地全体がということだったっていう。うんうん、だからそのきっとその和歌山海が近いからそこから新中軍の船が。 入ってきた場所だったんですかね、うん、ありがとうございましたいやありがとうございましたいやーな,なんでねえなんでこの話するとヘトヘトなのかな、うん、もう私ふざけられないやいやお話がやっぱりそうですよね実際 <laughs>、うん、にあった歴史として、うんうん、ちっちゃい頃は多分だから怪談話を混ぜたら子供は聞いてくれるみたいなことなんでしょうけど ねそういうサービス精神だったんでしょうけどね大きなあったらその重みがわかるといいうかかかすすっごいわかりますその話 <laughs>、はい、<laughs> なんかやっぱりもう自分もいろんな経験を重ねたりとか、はい、やっぱりねこう会談ってなるとどうしてもこう被害に遭ってしまったり、うん、苦しい思いをしてしまったりとかっていう方が出てくるとか、うん、そっちの、ね、方の気持ちがね、うん、すごくこう。 なんかこう気になってしまうっていうねただただ幽霊が出たら怖い人が亡くなってしまったじゃないですからね,そ,うですねそれに何か伴ってねそこのご家族だったりとか、うん、その、ね、方だっていろんな思いがあった中でっていうところ考えれば考えるほど、うん、やっぱりこう言葉を選びながら、うん、誠実に真摯にこう話しなきゃなっていうふうに思いますよね。 急に何かおばあちゃんみたいな感じの <laughs> <laughs> 思ってるんだよ本当に <laughs> いやな,なんかねあのヘトヘトに今なっちゃって <laughs> <ー> <laughs> いやそれだけだから心を込めてすっかりとこ伝えていただいたってことですよねいやお聞きいっちゃいました本当にありがとうございました <laughs> ありがとうございました、はい、え皆さんですねえ伊、ー、豆の桜子さん、はい、YouTube チャンネルもうつい先日ね解説されました、はい 概要欄貼っておきます。まあ、あの、いろんな楽しい動画とともにですね、階段も、またどんどん上がっていきますので、はいはい、チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いいたします。お願いいたします。<laughs> 無理から声出した、今。すごい。まあ、でも芸人さんですから。はい、はい。皆さん、そちらの活動もですね、ぜひチェックの方、お願いいたします。お願いします。というわけで、えー、ゲストは、石野桜子さんでした。ありがとうございました。石野桜子でした。ありがとうございました。うっせえな、最後、本当に。<laughs> 50と1歳なる50と1歳なるんですご、えー、本当にお若いというか。いやでも島田さんも私何だ15ぐらい離れてると思ったらウィキペディア見たらあれあんまりこの人大きいんやな。私 <laughs> <laughs> 46の年ですから。大きなりはって。<laughs> 何ですかその大きなりはって。いや本当は本間なんか40ぐらいと思ってま。昔から見ていただいてたっていうね。はい。 と思ってたら。同世代ですから、今後とも仲良くしてください。よろしくお願いします。本当にね、仲良くします。よいいんですよ。ぜひお願いしますよ。僕にはまだ壁がある感じですけど、なんか白谷るとは壁がないっても話してたので。ラブ谷。ラブ谷渉のことですから。きっと来ないんだよな、ラブ谷っていう名前が。いや、だから、来ないでしょう。よく見てください、あの男。よく見たら。 気持ちが悪いですよ。うん、本当に？気持ちが悪いですよ。あのこの前そのすぐとあの聞いてすぐ階段、そう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 ,そう。の時にずっと私の階段を指してしてくださってるのにずっと見てたんですけど、可、は、愛、あ、い,いなと思って。<laughs> <laughs> ただあのマジであの男天才ですよね。あそれはね。もう<の>ちょっとなんか嫉妬するぐらいの、はい、なんかもう聞いてすぐ自分流にこうね。はい あの話術でもう素晴らしいまた別の会談に仕上げていくってい,う,、ね、いうだから島田さんとかの他の人の語り口、でも島田さんも出てはったし、あの元のやつも全然あれいいじゃないですか。それをなんか全く別の世界に、そう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 ,そう、はい。私のもそうですし、ちょっと付け加えたり、えー。ちょっとぜひ皆さんね、あの白谷に渡るので、ね、聞いてすぐ会談のねこちらね、<laughs> ねもういいですかあのー、好きなんですよね白田さんのこと。 じゃあもう今回概要欄はもう桜子さんのやつはもう載せなくて白谷さんのほうだけ載せるそれは載せてれ <laughs> は両方合わせてお合わせて<お>、はい、合わせて <laughs> 合わせてぜひどちらもね、はい、皆さん応援していただきたいと思いますお願いいたします、はい、お願いします